かつてのレオキラー山崎が今シーズン初先発。しかし西武は1回ワンアウト1塁で3番清原を完璧に打てたという2試合連続の4号ツーランであっさり2点を先行します。一方西武先発の渡辺富雄に4回まで1安打に抑えられていた近鉄、5回の猛攻まずこの鈴木、そして古久保、2者連続ホームランで猛牛打線がお目覚め。さらに吉田の3塁打、村上タイムリーで1点を加えて、さらに大石も続きます。1塁3塁、そしてブライアントバッターボックス、待ってました甘いカーブ、渾身の力で振り切ったという打球はバックスクリーン右へ飛び込む6号スリーラン。近鉄はこの回6連打で6点を挙げ、渡辺富雄ノックアウト。6回には金村が、8回には僕も入れて、ただ一人ヒットのなかった石井までがホームラン。結局先発全員安打の12得点。山崎、清川、赤堀とつないだ近鉄が、たまにはギャフンと言わさにゃ、お客さんも大喜びやろという今日が誕生日の大井監督に最高のゲームをプレゼント。同率2位に浮上してまいりました。特に得意のシンカーで近鉄のバッターを打ち取ります。試合は投手戦かと思われました。3回近鉄はワンアウトで1番村上、ワンエンドツーから4球目でした。内角のこれがストレート、ピタリとタイミングが合いました。レフト場外まで消えます。2号ソロホームラン、近鉄が村上の特大のホームランで先制です。で近鉄は続く4回、4番のリードがシンカーをマシンで捉えます。ヒット狙いだったというリードですけれど、風にも乗ってバックスクリーンの横へ飛び込む3号ソロホームラン。続く5番の石井、そして6番金村、連続ヒット、近鉄得意の畳みかける攻撃が出ました。このあたり山田さん、塩崎どうだったですか、ね、ちょっとやっぱり村上のホームランでペースが狂ったと思うんですね。調子は非常に僕は今日はいいっていうふうに見たんですけどね、このあと2アウト3塁2塁となって、当たっていない9番の吉田ですが、しぶとくシンカーを三遊間に弾き返しました。2点タイムリーヒット、この2点は大きく効きました。だったですね、やっぱり2アウトですからね、後ろ痛かったですよね。近鉄4対0と、まあ、リードを広げました。で一方のこの入り木ですけれど、はい、まあ、とにかくね、遅いボールとスライダーのこの使い分けっていうんでしょうかね、非常にこう大胆なとこにまたどういうんでしょうか、思い切りの良さとね、ミックスされた、まあ、ピッチャーとしてはもう理想的な投球難易度だと思うんですよね。今シーズンは6回3分の1までしか投げていませんが、完投勝利ということになりました。4月は引越しの王者西武、苦しい戦いばかりが続く中で、今日は2回7番戸間が大英外野陣のまずい守備にも助けられてのラッキーなタイムリー、まさに月を引き寄せて西武が先取点を奪います。ところが開幕4月にとうとう一つも勝ち星のなかったエース工藤が5回あっさりとこのリードを吐き出します。戸町の当たりをなんとか取り返そうと7番大道が今シーズン第1号、西武ベンチに嫌なムードが漂います。しかし西武は6回なんとか悩めるエースに白星をと、ミスターメイ4番秋山のヒットで1塁3塁と勝ち越しのチャンス。ここで5番デストラーデが村田のストレートをものの見事にライト前へ弾き返し、西武が2対1とリードを奪います。不用意な一発で1点を失ったものの、今日の工藤はこれまでの苦しみをぶつけるかのように素晴らしいピッチング、8回まで毎回の12三振を奪う力投、大栄の反撃も今日はなしかと思わせました。ところが大栄は9回の表ワンアウト1塁2塁から5番山本が右中間を破る同点のタイムリーツーベース。大栄閉店間際の集中力でエース工藤は無念のノックアウト。試合は西武がサヨナラのチャンスを逃し延長戦へと突入しました。そしておせおせムードの大栄は延長10回、西武2番手香取からチャンスをつかむと、ここでルーキーの浜田がセンター前へしぶといタイムリー。結局これが決勝点となり、大栄村田は土つかずの4連勝、逆に西武は工藤の好投を報われず今シーズン初の借金4となりました。右腕を痛めている辻に代わっての出場です。ソロトマシの大栄先発パネルの初球、内野安打です。送りバントも考えられるこの場面、2番平野の初球に戸間篠はいきなり走ります。平野フォアボールでノーアウト2塁1塁となり、3番清原カウント 2-3 でこの牽制、戸間篠は2塁から一挙にホームインします。なおもノーアウト3塁で清原は犠牲フライを打ち上げます。
西武は積極的な攻撃で2点を先制しました。前の登板でようやく初勝利を挙げた西武渡辺久信、3対0とリードした5回、ワンアウト3塁1塁で4番ブーマーはフォーク、5番山本は145キロのストレート、逃げずに投げたという渡辺の気合がバッターを上回りました。西武はその裏ツーアウト満塁でこの試合途中出場の奈良原、やや詰まりますがタイムリーヒット、西武貴重な2点を追加し5対0とリードを広げます。点を取ってもピッチャーがすぐに点を取られる悪いパターンが続き調子に乗れない西武、しかし今日の渡辺は違いました。一発のある大栄打線に長打を許さずチーム初完封、西武が5対0で勝ちました。こう見て、まあ、一番いいボールで、まあ、勝負した結果がね、まあ、いい方に出て良かったと思います。まあ、連敗もしてましたし、とにかくどんな勝ち方でもね、今日は勝ちたいなとは思ってましたけど。こいのぼりといえば5月、そうです、この人、秋山の季節がやってきました。4回、レフトスタンドへ飛び込む5号ソロホームラン、なぜか毎年5月に打ちまくるミスターメイの本領発揮、西武が2対0とリードします。しかし、ダイエーも西武先発石井を攻め、1点を返して迎えた8回、今日26回目の誕生日の湯上谷が内野安打、そしてワンアウトランナー2塁として田淵監督勝負に出ます。とっておきの代打門田、一発出ればもちろん逆転の場面、閉店間際の猛攻なるか大栄、逆にこのピンチどう切り抜けるか石井、空振り三振、そしてそして去年石井に7割ゴールと滅亡強かった佐々木、これまた三振と大栄閉店のシャッターをピシャリと下ろしてしまいました。このピンチをしのいだ石井は終わってみれば10三振を奪う力投、堂々の完投で今シーズン初勝利、自慢の投手陣にようやくエンジンがかかってきた西武、いよいよ5月攻勢開始です。こちらは西武のトマピョン兄、6月に2世が誕生します。え、今日も1番セカンドでスタメン出場、打っては初回にセンター前ヒット、守ってもほらナイスプレー、さすがお父さんですよ、トマピョン兄。